今日はちょっと恥ずかしいモモカの黒歴史を見せちゃいます。こんにちは、モモカです。 Yes。はい、というわけで皆様、昨日の動画の、近況報告見ていただけたでしょうか。本日は一応昨日の動画でも言った通り、私ももかの過去を大公開ということで、ちょっと若干黒歴史集がすごいんですけども、私ももかが YouTube を始める前のホームビデオ、そちらをなんとパパが再編集してくれたので、今回はね、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。その前に今初めての方もいると思いますので、ももかチャンネルのちょっとした歴史をたどるとですね、皆さんご存知の通り、私ももかはちっちゃい頃から YouTube を見るのが大好きでした。特にね、これはいろんなところでも言ってるんですけど、ちっちゃい頃からもうカーキチャンネルさんばっか見て、家で YouTube ごっこをしてるところから全て始まっております。というわけで本日は実際に私が行っていたYouTube ごっこをですね、皆さんにお見せしたいと思います。だいぶ YouTuber しておりまして、結構なんかすごいね、ジャンプして切り替えとかしたりしちゃってるんですよね。本当はね、そのまま動画流せばいいかなって思ったんですけど、多分そうするとね、シンプルにキッズチャンネルって認定されちゃうので、最初と最後だけ私が話すスタイルでやりたいと思います。動画再生中はこっちの上の方にね、私ももかちゃんの顔が出てると思いますので、ワイプでね、ぜひ一緒に見てみてください。それでは VTR どうぞ。まだホテルを見てないので皆さんに紹介をしたいと思います。めっちゃ痩せてるからね、この時。皆さんこんにちは。これも完全にカーキちゃんの挨拶に混ざってる。ほら見てください、ほら見てください。あ、見せて。あとお風呂がすごいんですよ。来てください。見てください。びっくりしませんか。そしてトイレがこちらにあります。で、なんと皆さん、お子様とか私みたいな子がいることを見てください。ちゃんと子供用の歯磨きと子供用のスリッパと、ここお風呂もあるし、皆さん来てください。マジで誰も、親何も喋ってないですか、ね、全部自分で勝手に喋ってるやつ。もう一応私はね、興奮しすぎてね、気持ち悪くなりました。それでは皆さん、また後で会いましょう。メルカ、沖縄どうですか。沖縄どうですか。最高最高最高。ガッソヨソやん。あー、これよかったわ。おはようございます。うぜえうぜえ。マジレスしてきてますよ、親が。パパ、なんか若く見えるわ。ハイビスカスの
それでは皆さん、どうぞお入りください。楽しいね。私撮ってます今はね。そしてこちらがお布団となります。これ見てください、この景色は。あそこにねプールが見えるんですけど、皆さん見えますか？カズマさん多分、あ、お風呂場紹介してませんでした。ここがお風呂場です。何してんの？私はサングラスを買ったんです。ただのサングラスですよね。でも可愛いんです。こちらがこうなっているので、リボンこちらがこうなっている。今日は沖縄に来ているので、多分楽しい一日の思い出ができると思うんですけども、うちが大好きなあの家族は全員。そう、これね、これ。これうちが一番好きな報告。で、プールに行くのが楽しみで、うちはもう待ちきれないです。待ちきれないです。じゃあまた後でつけるので、待ってください。それではまた会いましょう。また会いましょう。それでは今からロビー階にあるコンビニに行きます。レッツゴー。これお子様がいる方はこれもいいかもしれませんね。お前がお子様、いろんなものが売ってます。あ、皆さんご存知ですか？ディズニーチャンネルという番組でこのスティッチというものがあります。スティッチ、これはドラッグじゃなくて、これ何でしょうか？エンジェルです。エンジェルですよね。スティッチが。スティッチがない。あ、スティッチいました。かわいいですね、やっぱ。あ、黄色の色の長いな、ということは。エンジェルの茶色の髪とか、緑色の髪とかありますね。あ、かわいい口。おはようございます。急に。皆さんはよく寝れましたか？なんと今日、残念なんですよ。なんか前が日本だけ出てるの、超気になる。風がすごいんですよね。今からほんとすごい喋ってるよね。水族館、それで立ち耳すごいな。風がもし止まってたらプール入れる。すいません、あと紹介するものがもう一個ありまして、ちょっと皆さんってどちらが興味ありますか？私はこっちに行こうと思うんですけど、これはフルーツパラダイスで自分で取っても食べて、こっちはパイナップルだけをいっぱい食べるんですね。まず行く場所、一番はまずご飯を食べて、で、あとはおトイレ行って、チュラヒメ水族館行って、それでろうそくを作って、フルーツランド行って、ちゃんと計画立てるんだ。それでプールが風、プール最後に、プールが風なくなってたら、プールに入りたいと思います。プールはあと最後となります。それではパパとママにお別れを言い伝えましょう。何のお別れ？それではご飯のとこレストランまで行くのに少しお待ちください。ああ、こんにちは。やっぱり取れます。でも、なんと話を知らせて、パン生地のところの蜂蜜がかかってるところにこの卵が乗っかっちゃったんです。おいしくなくなっちゃったよ。私です。顔色悪い。今ね、水族館撮ってたんですけど、出ました。でかい。でかい。おやすみなさい。そして、頑張ったパパが心を込めて、ジンベエザメくんを買ってくれました。今の名前はね、はなちゃんと呼んでます。パパ、ちょっと見てください。まあ、浴衣着てる。着物？浴衣か。パパ、みなさん、こんばんは、ももかです。なんか今日はジンベエくんもいます。今日は最高の沖縄で4日間楽しんでいました。あ、間違えました、ごめんなさい。3日間楽しみました。もうね、思い出、最高の思い出になりました。思い出使える。明日で終わりだと思っちゃうとちょっと寂しいけど、でも豆に会えるならちょっと嬉しいです。3、2、1、おやすみなさい。それ謎すぎるでしょ、終わり方。チャンネル登録してね。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。いや、個人的にはですね、まあすごいなんかうまくすごいちゃんと編集してもらうと意外となんか動画 YouTube っぽくなってたんで、ちゃんとまあ YouTuber してたのだなって思いました。しかもなんかさ、すごいさ喋ってたよね。なんかなんと残念なお知らせです、天気が悪いんですよなのでとか言って、すごいちゃんと喋ってたからちょっとびっくりしました。でもなんかだいぶなんか謎発言っていうかちょっと癖強めでしたね。私ももかの沖縄家族旅行の時の YouTuber ごっこの動画をお届けしました。ぜひね、感想お待ちしておりますので、コメント欄で教えてください。というわけで、こちらの企画、なんと2日連続というわけで、明日は今日見せた動画の1年後、小学2年生の場所は同じの沖縄旅行の様子をですね、お届けしたいと思います。それもまた YouTuber ごっこです。ぜひね、この1年間でどんな、ね、変化があったのか、お楽しみに。ちょっとだけ明日の様子をどうぞ。こんにちは、ももかです。なんかこちらなんか見覚えないような気がしませんか？実は今、沖縄にいます。ちょっと今いつものようにはしゃげないので、ちょっと今から沖縄に泊まるので、なんて言うんだろう、楽しんでみます。レッツゴー。はい、気になっちゃいますね。じゃあ明日も見てください。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。よし。いや、あの状態で YouTube 投稿しだしてたらだいぶ癖強い系になってましたね。